昭洋院にある昭洋剣、信綱の墓所、武田信門は、戦国時代から安土桃山時代の武将。会、武田氏第十八代当主、武田信虎の子。母は、大井の方で、信玄や信主家の,の同母帝。後に出家して、昭洋剣信綱と合す、武田二十四将の一人、一般に、昭洋剣として知られる。天文十年六月、兄、春信は父。 信虎を、駿河国の今川義元のもとへ追放して、家督を相続し当主となる。春信は、品の信仰を本格化させ、翌天文11年7月には、諏訪氏を攻めこれを滅ぼす。信門の初見資料は春信が、諏訪統治を確立しつつあった、天文17年11月である。高城再記によれば、信門は、諏訪氏うの氏に対し、 武田方に謀反を起こした諏訪西川州の追放と諸領没収を伝えて事業増加を約束しており諏訪州に対する取り次ぎ役であったと考えられる。また同じく高次郎再記によれば天文20年7月には春信の命により駿が今川義元の娘を義信の性質に迎える旨を伝えている紅葉軍艦によればの部下は80騎を指揮したという 武田家臣団編成を記した軍艦の総人数によれば信門は武田生園を免許された武田一族を記載した後一門衆のうち武田信豊の次に記載され永禄四年の第四次川中島の戦いにおいて兄の信重が戦死したため親族衆筆党となったという戦時には広報守備や本陣守護などを務めている元気元年には シナの高登城主に任じられた。元気4年4月に、信玄が死去した後は、一族の重鎮として、飯田城代や大島城代などの養殖を任された。父の信虎が信玄の死後に帰国を望んだため、信門が信虎の身柄を引き取り、居城である高登城に住まわせた。この時に、信虎像を作成した。天正3年5月21日の長篠の、 戦いしたら現合戦では、尾端信砂田、武田信豊と共に、中央隊に婦人していたと考えられており、相大は下氏、山口氏、与田氏、王と浦野氏らを、愛備えとした。ただし、このうちに周への州の王土、浦野氏は、左翼に婦人した三輪城代、内藤正秀の愛備えであることが指摘される。信長後期によれば、長篠合戦において信角は、山形正影に続き、 二番に攻撃を仕掛けたという、天正十年三月の織田、徳川勢による公衆性抜では、織田のブタを先鋒とする織田勢が南品野から侵攻したが、信門は大した抵抗もすることなく、大島城を放棄して、海へ退却する。戦後、織田軍による必要な残党狩りによって捕らえられ、勝頼自陣から十三日を経た三月二十四日、海府中の立石愛川左岸にて、 森長吉配下の鏡岩章、武前うねめによって殺害された。去年51、墓所は甲府市桜井町の商用院にある、画家としても知られ、甲府の大泉寺に所蔵される武田信虎像、長禅寺に所蔵される武田信虎夫人像といった肖像画のほか、同じく長禅寺蔵の都東天神像などの絵画を残している。また、永禄十年、信玄が家臣団から、 気象文を提出させていく島足島神社に奉納しているが、この中には、信門直筆の者のが現存している。紅葉軍艦によれば、骨葬が似ている信玄の影武者を務め、側近ですら見分けがつかなかったとされる。元気4年に、正常作戦中の信玄が病死すると、死を内外に隠すために、信玄になりすまして、軍の交付への引き上げを成功させた。また、 北条宇治政が信玄の死去を確かめるため、死者として板たべおか公設祭を買いに派遣したが、その時、影武者としてこれを欺いたという逸話もある。小説、ありがとうございます。